はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。パワープロサクセススペシャル、今回はこちらの覚醒対象キャラ狙い撃ちガチャを引いていきたいと思います。まあ、ちょっとサクスペ自体のね、なんか動画がすげえ久しぶりな気はしますけれども、まあ、このガチャ動画ですいません、またお茶を濁させていただきます。で、バナーキャラの4キャラですね、覚醒対象キャラとして追加されましたので、まあ、そのガチャになります。で、確定枠の全40連のうち、まあ、あの PSR のね、確定が3つあると、まあ、かなり大盤振る舞いなガチャになっていると思います。で、30連目になりますと、レンちゃんの PSR で、40連目が、先駆けの、PSR が確定ということになってまして、まあ、先駆けはね、もう将来覚醒させると相当使える、キャラクターになりますので、まあ、ぜひともね、ここは先駆けの PSR を、確保しておきたいというところはあります。まあ、ちなみにレンちゃんも先駆けも両方 PSR は、持ってるんで、まあ、40連まで引いてね、解放していきたいと、思います。じゃあガチャの方を引いていきましょう。10連目は、バナー PSR の確定枠ですね。まあ、安いしとかは特に、ないよね。ちょうど1000溜まったところなんで、これで石を使い切ってしまうかな。まあ、最初の PSR 枠、こいつはなんだっけ、名前が出てこねえや。使ってないからね。イベント経験点は高いみたいだよね。滝本とかね、なんか別バージョンでさ、打撃と筋力とかで出てくれないかね。キャラ的には俺滝本相当好きなんだよね、キャラ的にはね。まあ最初の頃はねすげえ使ってたけどね、コツがやっぱりいいからね滝本は。じゃあ20連目に行きましょう。あ、久方だ、そう久方もう名前すら出てこなかったわ。20連目は、バナーの SR ですね、引いていきます。先駆けくんはちなみにまだ PSR1 も解放されてないんで、まあ、ここでさらにプラ1になって SR が多分プラ4とかだったかな。また久方よく出るな。久方もちょっと、まあ、覚醒は何があるんだちょっとわかんねえけど、使ってみるは使ってみる。誰かなんか助っ人とかにしてないかな。まあ、助っ人で使うのが一番いいからね。久方にちょっときらめきをぶっ込むのはもったいないんで、まあ、今回先駆けにねほぼほぼきらめきはぶっ込む予定なので。あれ、ここなんだっけ、30連目だからレンちゃんか。相変わらず1個しか入ってないな。レンちゃんは持ってますと。レンちゃんもねイベント経験点自体は高いのと、あとそもそもなんだっけ、10レベルまで上げると基本はイベント経験点ボーナスプラス20なんだけど、レンちゃんだっけなんか30くらいあるよね。ちょっと高い気がする。では40連目、先駆けの PSR をゲットしに行きましょう。こういう二次演出とかね、通常時に来るとねおーってなるけど、先駆けくんと、あとはまあエビルがいつ実装されるかだよね。夏、やっぱ夏ナッチに合わせて夏8月とかにはなんか来るような気はするけど、どうなんだろうね。だってここで夏ナッチとエビルのタイミングを外すとなんかちょっと微妙な感じがするけどね。まあ8月26日っていうのも控えてるは控えてるからね。まあそんな感じで、今回はじゃあこれで終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。